はい、元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記です。こんばんは。今日は4月30日火曜日でございます。今日ランチはですね、マダムのところをちょっとインスタ見たらですね、天津飯だったんですよね。天津飯食べたくないなとちょっとね、あんまいまいちその気分じゃないなって、ずっとですね、マダムのところの近くなんですけど、気になってたですね、和食屋さんがあるんですよね。和食屋さんというか、なんというか洋食屋さんでもない。なんかよくわからない。まあ、ご飯食べさせるとこですね。で、そこね、ちょっとね、行ってきました。初体験だったんですけど、これね、これ唐揚げなんですよ。鶏の唐揚げね。鶏の唐揚げは私大好きなんですよ。で、それ以外の鶏料理がなんかね、どうしてもダメなんですよね。今一つなんですよ。フレンチとかでね、いろいろこう、ね、スモークしたり、いろいろやってるとね、美味しいなと思うんですけど、まあ、鶏唐揚げはね、例外的にこう、いけるんですよね。これなんかね、ピンク色してるでしょ？なんか梅肉、しそでしたかね？なんかしそをすりつぶして入ってるみたいな、そういうこう、なんていうんですかね、タルタルソースですね。これ美味しかったです、これ。しかも大きくて、鶏がね、4つボコボコボコってね。それで、これなんかおでんのね、おでんの小粒版みたいなね、うずらの卵ね。で、これお味噌汁なんですけど、お味噌汁はちょっとね、辛いですよね。ちょっと塩辛かったですね。ご飯はですね、山形さんのですね、姫なんでしたっけ、姫ピリカでしたっけね、忘れましたけど、なかなかね、銘柄を書いてるだけあって美味しかったですよ。で、この、ここね、いっぱいだったんですよ、行った時ね。それで、あ、いっぱいですか、こんなのちょっと待ちましょうかね、つって。で、後ずさりをした時にですね、焦げちゃいましたですね。あは、ポテって。なんか小さい階段がこう、二つあるんですよね。そうすると、その、一段だけだと、まあ思ってこう、踏み込むでしょ。そうするとバランス崩しますよね。これでこう、バーッと倒れちゃってね。そしたら、お店のお姉さんが、大丈夫ですかつってこう、なんか腕をね、持ってくれてですね、大丈夫じゃないって言ってね。いかなる時もユーモアを忘れないというね。ちょっと膝小僧ね、ちょっとすりむきましたけど、大したことないです。ズボン、てかね、パンツはもう全然傷んでませんから。ちょっと青タンができてるぐらいの。青タンというか赤タンというかね。花札みたいですよね。ってな感じでございましたけどね。美味しかったですよ。で、まあ10分ぐらい待って入ったんですけどね。で、これアップですね。アップ。これね。アップでございます。それでですね。それで今日はですね、特に、することもないので、そうですね。そのままですね。あ、そうそう。ちょっと距離があるんですけど、ちょっと散歩に足らんなと思って、歩数がね。それでちょっとこう、10分ぐらい歩いたところにですね、美味しい肉屋さんがあるんですよ。愛想悪いんですけどね。でもね、すごい美味しいんですよ。で、しかも安いんですよ。和牛のですね、すごくいい部位のところなんですけど、それバラ肉ね。それがですね、280グラムで1000円なんですよ。現金オンリーですけどね。ね。美味しいですよ、そこのやつね。んで、まあちょっとね、たまに買いに行こうと思って。ちょっと行くのにね、ちょっとかかりますんでね。そうですね、いつも行くピザ屋さんの近くなんですけどね。ということで、まあ、そこ行って買ってですね。ほんで、まあ、戻ってきて、こう、声優の前ね。声優の前でこう、面白いでしょ、これ。ナス、ゴーヤ、それから、トマト。それから、なんかこれは、フルーツトマトですかね。とにかくね、野菜ばっかりなんですよ。ガブリエルって、ピーマンみたいなもんですかね。全部デルモンテ印がついてるんですよ、デルモンテ。ね。面白いことするなと思って、花屋さんですよ、ここ。ね。それでこう、育てる野菜をね。で、お兄ちゃんにね、この店長ですね。で、聞いたんですよね。すごいね、これって。もうなんか、家庭菜園じゃん、みたいな。したら、そうなんですよ。実は、これはですね、一般花屋さんは、一般的にですね、野菜って置けないらしいんですよ。要するに家庭菜園ね。で、基本ホームセンターとか、まあ、そういうところでね、なんか皆さん買っておられるということなんですね。まあ、ところがですね、ここはなんか親会社っていうか、やってる会社がですね、商社さんらしいんですよ。だから、要するにですね、花ルートじゃなくて、商社ルートでね、こういうものがね、まあ多分ホームセンターに卸してるのと、まあ似たようなものがここに来るんだと思うんですけど、並べてみました、みたいな。パプリカとかね。面白いでしょ？なかなか、変わったことしてますよ。これ夏野菜ですかね、全部ね。というようなことで、まあね、買っていかれる方もいらっしゃるかもしれないですよね。はい。それでこれですね。今日の花はこれですね。アゲラタム。アゲラタムね。可愛い花ですよね。で、美しいバイカラーブルーが、バキスシリーズっていうんですか？それがいいと。よく花が咲くらしいですよ。ね。480円。安いっすね。
まあ、あの、小判、小さい8時なんだと思いますけどね。いうようなことでございますね。今日のラブちゃんね。いいラブちゃん来ますね。ラブちゃん今日ね、光線銃で遊んであげたところです。ね。ちょっとね、カメラの写りが、私の汚い手がね。ちょっと見苦しいかと思いますけど。帰ってね。好きでしょ？めちゃくちゃ好きなんですよ、これが。とにかく何よりも好きなんですよ。ボールとかね、あ、そういうの遊ばないんですよ。チャラチャラとかね。でも好きなのは、この光線なんですよ。めちゃくちゃ反応します。反応するでしょ？すごいでしょ？もうとにかく面白くてたまんないんですよ、これを浮かべるのがね。ラブちゃん捕まんないよね、それね。光だもん。なんかどうも分かってる風ならしい感じもするんですけどね。時々こっち側を 見ますからね。ああ、ここから出てきてるんだ、みたいなのはちょっとは分かってるように思うんですけど。何しろなんか脳みそが 30g らしいですか。ね。よく分かんないですけどね。まあでもなんか癒されますよね。いかがだったでございましょうかね。はい。ということでですね、今日の日経平均株価なんですけど、上げましたね。プラス470円、いいですね。まあ、5倍にかけてキューッとまたさらにね、終わり方上げてですね。で、470円のプラスですね。38,405 円ということで、38,000 台を、回復しました。トピックスもですね、2% 上げて、プラス56ポイントの上げですね。2743ポイント。グロースはですね、これも、まあ、上げてますね。珍しく。プラス 2.79 ね。647ポイントです。で、ドル円なんですけど、介入したのはいいんですけど、またじわじわとね、157円台へ向かってね、じわじわ来てますね、これ。ちょっと見てみましょうか。為替って面白いっすよね。こう、この辺また介入したんですね、これ。こうね。これ今日介入してます、この、ドーンと落ちたところはね。で、ここも介入してますね。で、これしばらくほっといて、またドーンとね、こう行くんですよね。それでですね、このドル円に関して言うと、その、まあ、要するに財務省がまあ決定して、まあ、実際その財務省の指図に従って、まあ、その日銀が、いわゆる外貨準備の中からですね、要はこう、まあ、ドル売りですね。これをやるわけなんですよね。これね、ドル円のですね、1日の取引量ですね、これは、1兆ドル、100兆円ですね。だから、そのうちですね、外国為替の1日の平均取引だから、これ為替取引、まあ実際 FX での取引とですね、それと実需がありますよね。これとまたちょっと別なんですよね。で、純粋にその外国為替のこの1日の平均の取引っていうのは3600億ドルで、これもまあざっくりいくと、そうですね、なんか、40数兆円って感じですかね。財務省これ、ここね、1兆2906億ドルですよね。だから、そうですね、200兆円ぐらい、まあ外貨準備があるというようなことかなと思うんですよね。これをですね、有効に使わないといけないわけですよ。で、まあ実際ですね、ですね、この神田財務官ね、なんていうんですかね、とにかく、ここ24時間体制で対応すると。介入の有無の言及は避けると。介入は言ってしまうとね、意味ないですからね。どこでやるかわからない、その疑心暗鬼を、その、FX のマーケットに与えるということが大事なんですよね。どっかでやってくるかもしれないな、損するかもしれないなっていうのを恐怖感をね、常に与えておくということで、まあ、平行操作。平行操作って言うんですよね。ということらしいんですよ。それで、まあ、この間、イエレンさんと、それから鈴木さんですね、財務省ですね。財務大臣と、それからもう一人誰やったですかね。回って話してるでしょ。それでまあなんかうやむやな言い方してますけど、まあその、ちょっとあまり過度なやつは良くないと、急激なやつはね。ってなようなまあ話で、だいたい決着してますよね。まあそれもあってですね、まあこれやったのかなというふうにまあ思うんですよね。これ絶対やってます。後でどうせわかりますからね。これ月締めでやった時にですね、何日後かにですね、財務省がこれ発表するんですよ。どこでね、貸す会にやったかね。ということなんで、まあこれはね、すごく、まあいいジャッジなのかもしれないですね。だからまあ株が、こう上げたっていうのはそれもあると思うんですよ。ニューヨークは巻きの良かったっていうのもあるんですけど、まあ、それだけではないかなというふうに思いますね。まあいいジャッジですね。150円の、まあ、前半ぐらいがまあいいところじゃないですかね。そんなに、まあ要するに外、まあインバウンドもそうですし、企業業績にとってもですね、まあ150円前半ぐらいあればですね、十分にいいですよね。
それで、そうですね、まあ、輸入物価に関してもですね、まあ、このぐらいであればですね、まあ、いいんですけど、まあ、それが160円、170円、180円となっていくとね、今度はやっぱ国内の痛みが激しいということで、まあ、ここでやってきたかというね、そういう感じですね。これもマーケットはですね、160円来ると絶対やってくるというふうにもう思ってますね。思ってます。というふうに思いますね。その恐怖感がいいっすよね。ですけど、まあ、こんなのね、まあ、逆に張ってた場合はね、大変なことね、1日で5円とか動いたらね、ひえですよね。ということでございます。それで今ですね、日経平均の、まあ、CFD とか、あるいは先物ですね、プラス方向に今いますね。うん。あまり過度な、やっぱり、円安は、やっぱり嫌なんでしょうね、マーケット的にはね。そういうことかなと思いますね。で、ちょうど日銀の、まあ、金融政策ね、まあ、現状維持っていうのは、それ発表されてから、まあ、やっぱりこう、ちょっと円安が進んだ感がありますんで、まあ、関係ありますよね。だけどまあ上げたってね、0.15 とかそのぐらいしか上げれないんですけどね。そんないきなり 1%、2% 上げれませんからね。というふうに思うんですけど。ちなみにですね、この財務省のこれですよ。これずっと溜まってきてるんですよね。この1兆2906億ドルのね。すごい金額でしょ。これ儲かってるんですよ。言ってみりゃ。今これを、いわゆる変転したわけですよね。それ変転するとですね、益が出るっすよ、益が。これ。だって、それはもう100円とか、それぐらいの時代から、要するにもう持ってるわけですから。なので、すごい儲かってるんですよ。ね。だから売れば売るだけ儲かるっすよ。ね。そういうことかなと思うんですけどね。面白いでしょ。財務省は、実は、介入すると儲かると。儲かった金をね、国民に分配してほしいっすよね。本当に。ちょうどいいじゃないですかね、ある意味。ね。そういうふうに思いますけど、まあそうはいかんのですよね。財務省は何でもね。貯めときたいんですよ。皆さんと一緒です。うんね。貯蓄が一番みたいなね。ははは。外為特会でね。それで、10年債の利回りですけど、0.87 ね。ちょっと下げてますね。それから、日経VI ね、20.47 ということで、ちょっとボラが下がってますね。業種数低いです。で、これニューヨークでございますけど、昨日146ドル上げて、まあ38,386ドルですね。まあそんなに大きな動きではないですよね。それはナスダックも同じで、まあ、プラスはプラスなんですけど、まあ、それほど大きなプラスではないと。ナスダック100もそうですね。それから、S&P 500ですね。これも、プラス16ポイントで、5116ポイントね。これも大きな動きじゃないですよね。まあ、でも、まあ、上方向に今引っ張られてるということですね。アメリカがね、景気がね、どうもね、腰折れしないんですよね。なんかよくわかんないですけどね。5% 金利があってね。で、まあ、なんかそれでも株に資金が流れ込むっていうのは、すごいですよね。日本人だともう、みんな定期預金にするんじゃないですかね。高齢者も間違いなくそうしますよね。そういうことになりますよね。ということで、まあ今のところですね、CFD はちょっと下げてますけど、今日の相場はですね、先物はまあちょっと上げ気味ですね。唐揚げって感じですね。今日私が食べたやつね。それから、ユロドル 1.07 ですね。ユーロインデックス 105.72 と、ドルは強いと。原油がちょっと下げてますかね。83ドルだったのが82ドルぐらいいますね。それから、ビックス恐怖指数 14.85。これね、まあ 1.23% 上げてますけど、これ低いですよね、うん。いや、アメリカね、どこまでもポジティブな人たちですよね。アメリカの方々はね、何しろね、真冬でも半袖でね、外歩いてますからね。本当にすごいなと思いますよね。そう。はい。それでですね、今日はですね、私の、保有銘柄ですね、点検でございます。昨日ね、11銘柄のリクエストをこなしてですね、これはと思うやつは、その前の日の分もあったんですけど、その中からですね、セレクトしてですね、これで全保連をね、差し値してたんですよ。低いところでね。そしたら刺さりましてね、新規買い付けということになりまして。それで、トータルの、その、私の銘柄ですね、これ40銘柄になっております。40銘柄ね。それで、そうですね、含み益がですね、今日の時点でですね、84.1% ですね。これはですね、先週、モノタロウですね。これをですね、15% ぐらい売却したんですよね。そういうことでですね、モノタロウの含み益ががっつりすごいですから。84ぐらいで、まあ、推移してるのは、まあ、立派なもんなんですよね。それでですね、現金比率はですね、そのモノタロウ売却でね、35.3% 上がってます。
それから実現益ですね。これもモルタローの売却益ね。それが乗りましてですね、12% 台からですね、いきなり 18% になってます。ということで、で、この実現益というのはですね、まあ、何度か申し上げてるんですけど、まあ、この2020年ですね、の時点でですね、まあ、認識した原資資産というか、株式に、まあ、投下する、してる資金、および、投下する予定の資金ですね。これをですね、固定値ということでね、動かさずにですね、それでもって、まあ、そこからですね、現金比率を何パーセント、それから、実現益何パーセントというふうにやってますね。で、含み益はあくまでも、マーケットに、まあ、エクスポージャーしてる金額に対しての含み益ということでございますから、現在の含み益の実態でございますね。で、現金比率というのは最初の、まあ、初期投下した、投下してると、まあ、仮定した時の、まあ、資金に対して、35.3%、まあ、実現益が、まあ、このね、モノタロウった実現益がね、まあ、この現金比率のところに、まあ、乗っかってきますんで、それが 35.3% あるということになるよと。で、実現益は、その最初の2020年に、まあ、認識した時の、資金に対してですね、18% の利回りっていうかね、をゲットしてるよと。だから、まあ、大体ですね、2020年からですね、まあ、現在までですね、大体こう、総資産ですね、これはあの、まあ、マーケットにいいですね、こう含み益込みのですね、マーケットのですね、時価総額ですね。私の、まあ、投資しているものの時価総額と、キャッシュとですね、まあ、実現益を足したキャッシュですね。この総額はですね、大体こう、この2021年、22年、23年で、24年の今日の時点、大体これ 1.5 倍ぐらいに、どうも計算したらなってますね。ということで、まあ、含み益がね、まあ、含み益っていうのは含み益ですから。だからまあ、いつ何時ね、これが 50% になるか、それはわからないですよ。マーケットはね、何が起こるかわかりませんからね。だからまあ、それは何とも言えないですよね。だけど、要するになんで含み益をね、実現、ある実現益に全てしないのかというと、やっぱりその、こう、下級の折に備えるためにしないんですよね。それで、まあ、キャッシュ比率、ある程度維持していきたい。だいたい 30% ぐらいが理想だと思うんですよ。今の相場環境で。まあ、私が感じてる、感じ方ですよ。が理想だと思ってるんですけど、まあ、今のところですね、まあ、ちょっとこう、モノタロウって、まあ、正解だったかな、というふうに、まあ、思いますね。で、まあ、今期、ひょっとしたらかなり実現益を積み重ねれるかもしれないな、と。でもこれあくまでも含み益のパーセンテージね、これ維持しながらということにまなると思うんですけど、それでまあ総資産をね、でかくしていくというふうなことをね、やっていきたいと。だからよく言う複利で回すっていうのはですね、実現益を食べちゃダメなんですよ。なんかね、散財してね。そうじゃなくて、まあ再投資に回すというですね。まあそういうことで、まあぐるぐるとお金が大きくなっていくということが、まあすごいね、マーケットにと、まあこうマーケットをやる上でね、私は大事だなというふうに思ってるんですよね。で、含み益主義って、ま、毎回言ってますけど、私はですね、まあ、安眠できる投資を目指してるんで、ね、いちいちこう、なんか、ヒヤヒヤ、ドキドキしたくないんですよ。もう、今日は一日、マーケット見なかったけど、ハッと見てみたら、お、すごい、利益が乗ってきてるじゃないか、みたいなね。お、利益が結構減ったな、みたいな。まあ、そんなような感じでね、まあ、全然いいかな、というふうには思ってるんですよね。とにかく、投資というのは何のためにやるのかと。まあ、お金儲けのためなんですけど、村上くんじゃないですけどね。しかしながら、それがですね、不幸のもとになっちゃいけないですよね。なので、要するにその、ガツガツしてね、目をギラつかせながらね、でその一発勝負を狙うと。そういうことは一切やらないと。そうするとですね、最終的にこういう含み益主義的な考え方にたどり着くんですよ。だからもう簡単に理覚せずに、要するにそのね、本当にまあ、2倍、3倍と。いうふうに、まあ、なっていく株がですね、どんどん出てくると。まあ、植物というかね、今日の野菜じゃないですけど、まあ、そういうものを育てるのと一緒ですよね。でも、大きくタワーに実ったらですね、その時は、まあね、いつでもこうやってモノタロウなんかもね、タワーに実ってますから、僕は24円ですからね。だから、まあ、それをね、15% ぐらい、まあ、こう、なんすかね、選定すれば、すごいね、利益が生まれますよね。まあ、てなことでですね、ちょっと考え方がね、まあ、そんな考え方をしてると。要は、安眠できる投資、これこそ、ベリーベストな投資であると。健康にいいっすよ。癌にならないっすよ。そういうふうに私は思ってるんですけど、癌になったりしてね。それはわかんないですけど、癌保険にも入ってますよ、でも。ちゃんとね。癌保険結構入ってますね。で、なんですかね。高度先進医療はつけといた方がいいと思いますよ、皆さん。万が一ね、すごくいいのが出たときはね、まあそれで、あれ、なんかすごい金額、2000万とか。
ね。でも2000万でも足らないかもしれないですけどね。ものによっちゃね。てなことでございますね。はい。それでですね、まあ早速見ていきたいなと思うんですけど、まず桃太郎ね。こいつ、一体どうしたんですかね、これ。128円で今日。すごいなと思って。なんか踏み上げっぽいでしょ、この上げ方は。だって、これね。ちょっとこれ分かりにくいんですけど、これこうちょっとアップにしますと、こんな感じなんですよね。4月12日に2052円まで行って、こう、で、決算でこうバーッと下げて、ほいで、なんすかね、こう、また今日上げてるんですよね。面白いですよね。どうなってるんだって感じでございまして。しかしながらなぁ、こういうのはチャートなんて言うんですかね、これ。なんか なんとか言いますよね。桃太郎さんね、空売りね、インテグレッド、テッドコアストラテジーズ。まあ、報告義務は消失してますけど、244万株なんで、これまだ裁ききれてないと思うんですよね。か、UBS も降りてんですけど、これも裁ききれてない可能性がありますね。それから、まあ、そんなもんすかね。まあ、そんなとこなんですよね。だからまあ、今日430万株ぐらいできてるんで、まあ、ちょっと、ひょっとしたらちょっと踏み上げっぽい感じがあるのかなとも思いますけどね。よくわからないです。だいたいね、これ、あれですよ。こう、レーティングで4月26日にですね、ゴールドマンサックスは売り推奨で、まあ、目標株価上げてるんですけど、1300円ね。全然開きあるでしょ。600円も開きあるし、これ。よくわからないですよね。ね。でもこれ、売り欲がまたこう、バーッと上がってくると、溜まってくる可能性がまあ、あるのかもしれないですよ。もうわかんないです、これ。まあ、買いと売りがまあ、少ないの、ほぼほぼ拮抗してるような感じなんですよね。だからまあ、売りが負けたっていう感じかもしれないですけど、61万株でしょ?だってここ431万株ができるんですよ、1日。すごいですよね。今日も乱高下すごいですよね。1785円まで落ちたかと思うと、ね、高値は1911円で高値引けしてんですよ。恐ろしいでしょ。何なんですかね。よくわかんないな、って思うんですよね。っていうようなことで、まあわからないですけど、上がったのはいいことでございます。ね、私の含み益ね、結構これがね、大きいですからね。たすきさん今日4円マイナスですね。うん。まあ特にニュースはこの間あまり出てないですよね。うん。まあそうですね。なんかこのオーラっていうね。ここをなんか株式取得したっていうようなところが。まあなんかありましたよね。これですかね。ほらね。見ましたよね、これね。なんか 71% だけね、取得して。で、まああの後の 30% はまあとにかく現状やってる経営陣がね、一生懸命ね、やれるように、まあ 30% は残しとくっていうような、そういうことみたいですけど、まあそのうち上場するかもしれないですね、こいつをね。空き家情報プラットフォームね、こういうのやってるんですよね。で、なんかあの、スポットワーカーがね、あれですよね、マルチプルジョブホルダーですよね。副業。で、バシャッと写真写してね、ここ空き家ありますよ、ってやると、まあいくらもらえるみたいな。なんかそんな感じらしいんですけど、これ見てるとすごいですよ、これ。すごいベンチャーなんですよね。急成長。北青山ですね。で、これこうね、ゲットして 71%。まあ、完全こう、まあ、ほぼ子会社ですよね。完全なね。っていうことでございますね。まあ、よくわかんないですけど、次の決算ね、出るまでね。でも、これは、まあ、筋はいいと思います。なんかね、一等売りなんでね、考え方がね。いいと思うんですよね。それから、三協製鋼ね。これもまあ、いいんじゃないですかね。特にニュースはないですけどね。ダックスの130周年アニバーサリーコレクションショーを開催した。あ、そうっすか。うん、そう、なるほどね。まあなんか、まあここはまあちょっと、まあこう見直しが入るまではね、じっと持ってればいいんじゃないですかね。というふうに思いますけどね。私これ、あれですよ、2倍になるまで売りませんから。ね、2倍。信用残結構あるのかな。どうなんですかね。16万回ですね。大層ないですね。いや、これは知れてると思います。決算いつですか ?5 月15日ね。この決算は、どうなんですかね。まあ、月次が出ないんでわからないんですけど、もういいんじゃないですかね。適当に言ってますよね。適当に。第三四半期累計が、そうですね。これ12期のところはちょっと、あれですね。まあ、うん。前期が結構これ、なんか、特益か、法人税の調整額のところか、まあなんかそういうのがあったんだと思いますね。で、ちょっと忘れましたけど、で、営業利益はプラス 16% でしょう。これはまあ好調ですよね。この間私見に行きましたけどね、レオナードのね、どこでしたっけ
原宿でしたっけね、表参道旗艦店ね、なんかこじゃれてました。あのね、従業員の顔が明るかったですよ。やっぱりね、そういうのってね、今乗ってる証拠なんですよね。それ伊勢丹でも確認しました。新宿伊勢丹ね。だそういうですね、なんですかね、こう会社が好調の時って社員の顔に現れるんですよね。まあそういうことをね、ちょっと感じましたね。これね、なんか特別損失、思い出しました。これはですね、特別損失を計上してるんですよね。これ商標権の減損損失ですね。これないですね。ダックスシンプソン社ですね。まあ、イギリスのそのダックス本社ですよね。で、そこ 100% 子会社なんですけど、金利が上がってるでしょ。だから、要するにその、まあ、今、商標権としてですね、乗ってる、まあ、その、のれんの価値ですね。これが、ディスカウントキャッシュフロー法でやるとですね、まあ、要するに、金利のですね、その、立て方がですね、今の状況と、過去の状況とは、えらい違いますよね。金利上がってますよね。で、金利分を差し引いていくんですよ。現在価値っていうのはね。なので、まあ、それで、そうやると、6億2700万、まあ、減ったことになるんですよね。商標権の価値がね。まあ、そんなことで、特損を計上してると。あくまでもね、これ、バランスシート的な要因ですね。で、それが、まあ、要するに、PL にヒットするところがですね、ちょっとね、なんか、紛らわしいところですけどね。これはもう、ちょっと、ここで、この数字だけ見たらね、よくよろしくないですよね。ですけど、まあ、これも、見てください、これ。見事にこう、もう2桁になってきてます。13% とか 14% とかね。そういう営業利益になってきてるんで、これはね、ここも、一過性のもんですから、まあ、さらにね、イギリスの金利が 10% とかになるとまた話は別ですけど、それはないと思いますんで。まあ、ちょっとこれは、1、3月期はですね、まあ、順調じゃないかなというふうに、まあ、思っておりますけどね。まあ、どっちにしてもこれ、上向いていくと思いますよ。お金は持ってますしね、借金ございませんしね。300億ですよ、剰余金。で、キャッシュをいくら持ってるかというと、143億持ってますよね。で、不動産からもですね、収益が生まれるんですよね。ただ、問題は、そうですね、ここは、まあ、次の予想ですね、25年3月期の予想を、まあ、ネガティブで出してくる可能性は、泣きにしもあらずかなと。そういう会社ですよね。まあ、ずっとね、こう、情報修正でこう来てますんで、まあ、ちょっとね、どうかなと思うんですけどね。まあ、でも、配当はずっとね、こう、上げてきてますよね。まあ、いいんじゃないですかね。はい。それから、三菱 HC キャピタルね。これは、決算、いつですか ?5 月15日。5月15日、忙しいな。ね。これ、PBR まだ 0.89 倍なんで、いいんじゃないですかね。で、利回りは 3.62% もありますしね。特に、目立った動きというのは、その後ないですね。そもそも、まあ、ヨーロピアンエナジーへの出資はいいんですけど、イギリスの鉄道会社がどうなったかなと思って。ちょっと、もう何もリリース出ないってことは、あれはガセネタだったんですかね。それとも来期に取っとく玉だったのかもしれないですね。あ、よくわかりません。はい。次ですね。銀行2行ね。これはもう今日エラー上げてます。193円と、まあ、27円ね。8980円と1579円。これはもう今日ね、割と、含み益に貢献してますね。含み益の増加にね。まあそうですね。いいんじゃないですかね。銀行は金利上がるし。いいと思います。あと NTT ね、170円また戻ってきましたね。これね、もうあんまりね、深く考えない方がいいと思います。NTT はもう国民の義務です。持っとくべきです。ね。もうアイオン構想がありますんで、もうそれに期待をしたいなと。まあ実際もうやってるんですよね。渋谷かなんかで実験。だから、ある程度のところまでもうできてるんですよね。それから、高島屋、これはもう優待のために持ってるんで、まあ、あんまり関係ないですけど、でもまあ、高島屋の好調はですね、この J フロントの好調にもまあ、リンクするんですよね。なんで、ちょっとこれもう配当、なんですかね、優待のためには、J フロントって大丸と松坂屋とあとパルコなんで、で、東京大丸のポール・ボキューズに私、フレンチ食べに行くじゃないですか。株主優待 10% あるらしいんですよ。それとですね、さらにですね、なんていうんですか。株主優待の 10% と同時にですね、J フロントの株主優待、それの 10% オフも併用できるらしいんですよ。だから合計 20% オフになるっていうね、恐ろしいでしょだから、これいいなと思って、で、まあ持ったんですけど、なんかね、持ったところからえらい下がってきてるんですよね。でも、0.95 倍になってますよね。で、利回りももう 3% に近づいてきてるんで、これ買い増してもいいかなって。ね。ちょっと思ってます。
しばらくですね、インバウンドいいっすよ。で、J フロントなんか、名古屋店をなんか建て替えるみたいなんですよね。建て替えるっていうか、まあリニューアルですね。結構大規模なリニューアル。松坂屋ですね。これがまあ名古屋本拠地でしょ。で、それとですね、松坂屋の名古屋のですね、店を大規模な、まあ改装やるみたいで、それでそこの、まあ売り上げできません。成り立ちませんよね。それでまあその間、ちょっときついな、みたいな。費用もかかるし、みたいな。そういうことらしいんですけど、まあ一過性だと思いますけどね。そうだね。だからまあこれはね、ちょっと、百貨店からみんな上げてますんでね、そういう中で、これは貴重ですね。拾ってもいいかもしれない。あと JBC ケブンとね、やっぱりね、下げますよね、そりゃ。だって、ね、あんな予想出しちゃまずいっしょ。ね、これね。これだって、利益は下行く予想なんですよね。ほら、0.1 ですけどね。こういう予想出すと、まあ、配当1円上げたってそんな聞かないですよね。でも5月に、ここお金いっぱい持ってますんで、とにかく578億を持ってるんで、どうするんだみたいな。この金。みたいなね。ということで、まあね、大規模な自社株買い。これはね、やると思います。だから、まあ、明日からですね。明日あたり発表あるかもしれないですね。そうすると、ボーンと上がりますね。か、ノートね。まあ、これはもう、ね。私の趣味ですから、ノートは。ノートいいパワー。いいパワーにならないですけどね。まあでもこれ、私400円なんで、僕がね。まあずっと400円を切らないんですよ。400円を切ったら買ってやろうと思ってるんですけど、そうはならないですよね。で、地銀は、ちょっと良くないかな。九州フィナンシャルグループは 1.5円のマイナスですね。まあ、イーブンですね。特になんかニュースはないですね。はい。まあ、順調ですね。肥後門がね。これ、決算いつ出るんですかね。5月13日。うわぁ、なんか、来週。で、来週じゃない、再来週とか。忙しいな、これ。15日とか13日とか。うわぁ、そうっすか。まあ、これもね、そうっすね。どうするんですかね。これ、しかし、まあ 0.67 倍なんでね、PBR まだ。P は結構いいところまでいってるんですけどね。まあ、いい決算が出れば、さらに上げていく可能性は、なんか、肥後門に関してはありますよね。うん、まあそうですね。それからユニネクね。ユニネクは月次が良くなかったっすよね。これね。まあちょっと良くないですよ。3月の月次ね。101.8 ですね。だから2桁じゃなくなったということで。これが続くとですね、それはやっぱ成長カンパニーとは見なせなくなりますんで。まあそうするとですね、まあこのですね、ユニネクの、まあこの2倍とかいう PBR は許容されなくなるんですよね。で配当も支えにはならないんで 0.57% なんでね。ですけど、正直言って、まあこの3月の売上ですね、まあこうプラスでしのいだところは、なんか私は立派だと思うんですけどね。寒かったですから、3月。ね。4月はね、売れるところはバーッと売れたんじゃないですか。夏日ありましたからね。だから、売れるところでダーッと売れて、ダメとかダメみたいな。そんな感じで。でも、前年のパワーが低いんですよね。69,500万ね。まあ、これ大丈夫じゃないですかね。で、5月と、まあ、6月と、この辺がまあ、結構山場ですよね。あのね、この辺の売り上げが高いのはですね、あれですね、ファン付きのあの作業服ですね。あれがめちゃ売れるんですよ。そう、単価がいくでしょう。だからまあ、いいんですよね。そういうようなことで、まあ、値上げもしたんですね。全体としては前年において4月1日からの値上げによる駆け込み受注増があったため、あ、前年ね、駆け込みで、値上げしたんですね。うん、どうですか。まあその反動で前年の伸びが鈍化したと言ってますね。まあでも気温が低かったのが一番大きいですよ。ね。というふうに思いますけど、半月作業服がなんか結構販売好調だったって言ったらどんなですかね、あんな寒かったのにね。今から買うんですか。まあ、夏場は品薄になるんでしょうね、きっとね。そんなことかと思いますね。あとは、通りさんね。通りさんもね、なかなか、あれですよね。いい、決算ね。これ、4.76% も利回りあるんですよね。やっぱりこれね、情報修正発表してもですね、大して上がらないんですよ、株価が。本当には。見捨てられてる。5月8日ね。これ、決算発表予定ですね。うん。まあ、よくわかんないですけど。私はいいと思いますけどね。0.55 倍って。で、これね、多分あれでしょ、予想がどうなるかが、ちょっと、あれなんですか、疑われてんじゃないですかね。まあ、2023年ぐらいからずっと情報修正してきてるんですけどね。
で、1000億円台乗ってるんですけど、まあなんか、ひょっとしてマイナスね、出してくる可能性はありますよね。そこは気をつけないといけないですけどね。あ、鳥さんは僕、あれですね、私は200円台ですからね。まあ、別に全然いいんですけどね。セブン銀行ね、ちょうど買ったところぐらいまで、なんか損も得もないところまで来てますね。まあ配当ですね、これは。3.9% 利回りありますんで、まあ配当目当てで全然いいじゃないですかね。これ5月10日決算発表ですね。それから北洋銀行ね、これはですね、もう、これもなんかほぼ倍ぐらいになってるじゃないですかね。倍近いかなと思いますけどね。九州フィナンシャルグループはもう、なんですかね、倍以上いってるんですよ。ちなみに、ケンウッドもですね、これに2倍以上いってんですよね。含み益がね。それで、そうですね、九州フィナンシャルグループも、はい、あれですね、2.25 倍ですね。それから、通りさんがまあ4割ぐらいのプラスですかね。40% ですね。それで、産業成功がまあ 60% くらいですかね。あと、北洋銀行、これ 73% プラスですね。池田選手は大したことないでしょ。26% くらいです。三菱 HC キャピタル 60% 強のプラスですね。そんなような感じでございますね。でもまあ、これはもう、ちょっとラピダス期待でね。まあ、いいんじゃないですかね。なんか、とりあえず札幌活況停止するらしい。そればっかり言ってますけどね。まあ、特にニュースないっすよね、こういうのって。じっと見とくしかないっすよね。まあそうっすね。株主優待制度の導入をやったんですよね。そういえば。何くれるんでしたっけ何くれるの北洋の安田頭取。何くれるの優待品ですね。2500株以上、5000株未満。2500株以上じゃないとダメですよ。3000円相当ね。1年から5年までね。で、長く持ってくれたら、売ってる人は6000円相当と。5000株以上ね、こっちね。これだと、まあ1年から5年未満でも6000円と。なんかカタログかなんかで、やるんでしょうね、きっとね。よくわかんないですけど、まあね。やらないよりやった方がいいですよね。ジャパンディスプレイは募金ですね。エベックスね、こいつ、あれなんですよ。一向に、今日上げてますけどね。まあ、もう一向にプラスにはならないですね。まあこれしょうがないですよね。次の決算待ちですよね。5月9日決算ですから。この決算でですね、まあこの、なんですかね。もう近いでしょ。それで、この決算でですね、営業益が20億になってますでしょ。で、最終益が22億でしょ。で、これいかなかった場合ですね。で、それはさすがに経営が下手だなと思うんですよ。それから、その次、2025年3月期のガイダンスですね。これ中継が出てるんですけど、まあその、はっきり言ってですね、もう XG もですね、ワールドツアーをやるまでになってるんですよ。で、チケットも1万3000円くらいなってるんで、だからここでですね、強気のガイダンスを出してこれないようだと、ちょっと、なんか失望されるかなと思うんですよね。で、まあその場合はですね、私もですね、まあ EBEX ですね、シナリオ崩れとみなします。一旦ね。なかなか、難しいですけどね。ということで、ちょっと、まあ、決算待ちかなという感じですね。どっちかというと、あまりエベックスに期待してる向きっていうのがないように思うんですよ。ね、これ。でも、まあ、改ざんは結構あるんですよね。23万株ですか。まあ、大したことないですね。うん、まあ、ダメですね。はい、そういうことで、まあ、ちょっと決算待ちで、ジャッジをしたいなと。エディワークスね、これもなんか一向に動きがないですね。中古型動かないですよね、あんまりね。資金が入ってこないということですよね。だけど、P が 7.5 倍の PBR0.68 でしょ。もうミックスケースバッチリですよ。まあ、こんなんはね、もうどしっと構えて待っときゃいいですよね。あと、エノンですね。これもようわからない。それで、もう3分の1にしたんですよね。選定しちゃってね。ということで、まあ、資金の、まあ、こう、エクスポージャーは減ってるんで、まあ、いいかなと、思ってますけど、まあ、こいつも、その、あれですよね、この次の決算ですね。その決算の後のガイダンス、まあ、それがどうなるかですよね。まあ、そんな感じなんですけど。まあ、ガイダンスは良くないですよね。12月決算でね。こんなもん 16% マイナスとか出してきてるんですよね。これじゃ厳しいですよね。なんかね、社長が自らね、経営者に、株価もね、経営者にとって責任があることだみたいなことを豪語しておきながらですよ。証券会社の社長の出身のくせして。
全然ダメじゃないですかね。まあ、でも自社株買いもできないしな、これ今の現状で。お金ないし。打つ手がないんですよね。だからもうこれも利益伸ばしていくしかないんですよね。でもこの今の伸びのね、これを見てると、どうしても第一四半期いいような気がするんですよ。1、3月期ね。そうなんですよね。よくわかんないですけど。まあ、有利子負債も得られて、これ負債をね、返済することをさっきこういう最優先にしてるんですよね。なので、あそこキャッシュがね、溜まってこないんですよね。まあ、負債はない方が、まあいいですよね。まあ、これもですね、ちょっとシナリオが、まあ、ちょっとね、うーんって思ってるんで、まあ、3分の1にしてますね。芽吹きね、まあまあ、順調じゃないですかね。これも安いですよ。PR は14倍なんですけど、PBR は 0.61 倍ですからね。これで、茨城でしょ?メインが。で、栃木と群馬ですからね。首都圏に近いし、非常にね、まあ、産業が活性化するエリアを、まあ、持ってますよね。そういうことで、まあいいんじゃないですかね。なんか、殿様銀行とかやられてるらしいですけどね、常用銀行。水戸の殿様。ね。よくわかんないですけど。池田選手ね、これなかなか面白いですけど。これね、結局ね、これは私あんまり、あるんですよね。買いまそうかなと思いつつ、結局買いましてないんですよね。で、そうですね。面白いのがですね、これね、株主提案に、取締役会見って4月30日ね、今日出てるんですけど、これがもう傑作なんですよ。宇川さんって言うんですよね。CEO がね、池田選手ホールディングスっていう名前なんですよ。で、株主提案はね、個人株主なんですよ。別にアクティビストじゃないんですよね。で、持ってるのがですね、500個ですから、5万株持ってるんですよ。で、個人株主であるため、提案株主の名前は、会で控えさせていただきましたでしょ。で、これね、提案理由ね、これ、原文のままね、面白いですよ。で、これ去年も確か見ましたけど、提案内容ね、株式会社池田選手ホールディングスの定款に以下のように、株主とのパートナー宣言を加えると、株式会社池田選手ホールディングスと、まあ、同株主は平等かつ運命共同体のパートナーだということを書けと。ね。総会の形骸化を防ぎ、活性化を図るようにしろと。会社、株主の提案を融合させて、常に最良の道を選択して、22世紀へ永続する企業にならんことを、ここに宣言する。はは、言うよくわかんない。確証高いですよね。提案理由。提案理由欲しいでしょ。全国の株主の皆さんともっと株主総会に興味を持ち、なんか選挙みたい、選挙活動みたいですよね。もっと株主総会に興味を持ち、真剣に賛否を決めてください。前回の株主提案覚えてますか?大阪を離れると、池田とか泉州という地名を知らない人が大半だと。その通りです。しかも単なるホールディングスでは何の会社かわからんと。大阪中央フィナンシャルホールディングスにすることで、それでもわからんと思うけどな。日本全国誰もが馴染みのある称号に、変更してほしいというね、これをやったと。これに対して取締役会は当社称号は池田泉州銀行の称号とともに広く周知されていると言い切ったと。大阪県外に居住する自身、人の、まあ、その親族友人たちに、私は全国に名の知れた池田泉州ホールディングスに勤務していると胸を張って言えるかと。いや、その胸を張っては言えると思うんですけど、池田泉州は知らないでしょうね。池田銀行って何だろうと思いましたもん、大阪行った時に。昔。で、泉州銀行なんか全然私は知りません。あれですよ、堺の方とかね、岸和田の方に、お店ね、出店候補地見に行った時に泉州銀行、こちら見ました。しかしながら、その時初めて見たんです。知らないですよね。これはどんなに不誠実な対応をしても会社の意見が総会で承認されるとのおごりがあるからだと、そんなことないと思いますよ。金かかりますから。ね、名前変えたら。しかもおごりの日常が経営の暴走につながらないと、それは極論じゃないですか。今後は個人株主も寄り添い、誠意を持って経営に当たってほしいとの思いから本提案をさせていただいたと言ってますね。で、反対しますと。一言でございますね。まあ、反対の理由言ってますけどね、普通のこと言っちゃう人もいろいろやってるよっていうようなね、話ですね。集中日を回避してるとか、なんかね。あと、なんか、こう、株主総会当日に来場いただけない株主様にはですね、インターネットでですね、事前質問を受けする予定だと言ってます。で、あと、ライブ配信するって言ってますね。進んでるんじゃないですか。ライブ配信までやる会、ね、銀行は大したもんだと思いますよ。うんね。そこまで注目度は高くないと思うんですけどね、池田選手ね。面白いっすよ。はい。それからね、次は、山木さんね。まあ、これはもう損も得もない。そのままです。ね。どうなるかわかりません。これ、決算いつですか ?5 月15日多いな。大変ですよね。私も。40メガラ持ってますから、こんなになっちゃうんですよね。まあ、山木さんは良くなるんじゃないかなと思ってるんですよ。ただ単にね。前の社長が、ちょっとね、知ってますからね。
ですけど、ここのシャツは百貨店に欠かせないんですよね。だから百貨店周りというところで言うと、ここはいいと僕は思うんですよね。僕が持ってるだけです。高宮さんね、足場の会社ですね。これも特にニュースはないですよね。これ5月10日が決算発表ですね。うん、これは結構私思うに、いいガイダンス出してくるんじゃないですかね。ね。これは、レンタルのね、足場のレンタル、IQ 足場というやつね、レンタルの会社ですけど、うん、これはいいガイダンスを出してくるように思います。お金も持ってますしね、77億ね。そうですね、よく伸びてますね。70% まで通期進捗、第3クオーター行ってますからね。これね、1、3月がやっぱそれなりに行きそうな雰囲気なんですよ。こう、6億とか、こう、行くでしょ？まあ、1、3月って、あれですよね。まあ、竣工っていうんですかね。まあ、ここそこまでは、レンタルしますんでね。足場をね。なので、まあ、これはね、まあ、いいんじゃないかなと。有利子負債がちょっと気になりますけど。まあ、それでもね。これ、あれですよ。成長カンパニーです。そういうふうに見なさないと、ここはね、もうすでに PBR1.16 倍なんでね。まあ、こんな感じなんですよ。360じゃないと。ここのね。で、こう来て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 。ね。あと、ま、こうなるかどうかですね。っていうような、ま、ことですね。まあ、高宮さんも私はもう倍になったらもう全然いいです。ジャパンアイアンホールディングスね。これね、儲かってます。すごく。1300円ぐらいなんで。ね。でね、ここね、あれなんですよ。実際あれですよ。金子眼鏡とね。あと、フォーナインズですけど。行きました。銀座行った時にね。そうですね。そうそう、東急プラザに入ってるんですよね。銀座にね、3店舗あるって言ってましたね。うん。で、こう、なんかこう、フレームの製造の会社をなんか、これ、なんか買収してるんですよね。子会社化してね。メガネフレームね。これいいと思いますね。メタルフレーム、プラスチックフレームを製造してる子会社。製造する同社を子会社とすることで、JEH にとって製造力の強化が期待できると。もういいと思います。とにかくね、やっぱりね、これ私つけてますけど、やっぱ何ですかね。カールサイズのレンズね。これはもう違います、やっぱ。ね。だから、私はですね、フレームはね、もっとこう、おしゃれなところとか、あるんですよ。だけど、このカールサイズが認めたというね、それがすごいなと思うんですよ。だから、カールサイズは本当ね、クリアに見えますよ。本当に。騙されたと思って。高いですけどね。ですけど、いいと思いますね。まあ、私なんか目使うし、ね、こういうことをやってますから。あと、シェアテクね。これもね、プラスですね。まあ、PBR は5倍もあるんですけどね。でも、PE が 9.7 倍なんですよ。だから、あんまり期待されてないんですよ、これ。だからね、これ株価低いっすよね。シェアテクはですね、まあ、いいんじゃないですか？いいじゃないですかって適当ですよね。これね、今、第一四半期ですね。これ、11月期ですかね。あ、9月期か。9月期ですね。それで、第一クォーターで営業益は 70% 増加した。すごいな。で、最終利益はまあ、マイナスなんですけど、これは去年なんか、ね、特別利益みたいなのがあったかなと思いますね。経常利益よりも最終利益の方が高いですからね。だから、これ実質増益だと思いますね。なので、ですね、これは良いのではないでしょうか決算発表5月15日ありますから、すぐわかりますけどね。これ13億2000万ね。こっちがまあ嘘ですね。嘘っちゅうかまあ、特別利益出てますね。ですんで、まあこれここ13億ね、立派な増益だと思いますけど、これを上回るかもしれないですね。修正履歴もね、いいんですよね。結構上向くんですよね。で、最後は揃えてくるっていう感じで。これはシェアリングテクノロジー。ここは私はね、注目したのは、やっぱ声なんですよ。営業利益率。ずっと上がっててでしょ。12、17、16、23、21、21。だからこういう、ね、姿って明らかにね、事業構造が転換しつつあるというふうに考えられるんですよね。だからまあ、いらんことせんやいいかなというふうに思ってますけどね。だからもうこのまま調子でいってほしいなというふうに思ってますね。だからウェルスナビね、これはね、損してます。私1500円台で買ったんでね、えらい損してます。ですけど、こいつはですね、空売りがね、結構すごいんですよ。確か、暴落に警戒してくださいとか。大体の危ないですよ。はい、ね、秘密の銘柄教えますからでしょ。もうとんでもないですよ。ね。僕はもうバッチリね、機関の空売り、モルガンスタンレーでしょ。それから、インテグレーテッドコアストラテジーでしょ。JP モルガンちゃんでしょ。揃い踏みしてますね。いつものメンバーが。あと、バークレーズもいます。
しかもジェフリーズインターナショナルまでいる。ジェフリーズって結構アメリカで、有名なね、まあ証券会社なんですよ。ここもね、一緒に参加してます。ね。町内会ね。町内会みたいなもんですよ、これ。空売り町内会ね。という感じですけどね。それでまあ、でもですね、ここじゃちょっとね、買い増しはしたくないですよ。難品するんだったらもっと落ちないと、これ PBR6.99 倍でしょ？だからそもそもこの PBR がですね、許容できない、説明のつかない PBR なんですよ。別になんもないですよ。ニュースはね、JP モルガンが売ってるだけなんですよ。それだけのことです。多分大株主にいると思うんですけど、これね、こいつがね、そういうことですよね。まあ他にカストディとかに入ってる可能性もありますけどね。それで、これは、まあそうですね。これね、ちょっとね、どうかな。まあこれは今、12月期は非開示になってるんですよね。でもこれが良くないんですよね。2023年の12月期はまあ大増益ですよね、これ。まあ倍以上、ね、営業利益いってますからね。まあなんですけど、ここわかんないと。想像がつかんと。いうぐらい、確かですね、1000億円、運用資産が1000億円プラスされるたびに、開示するって言ってるんですよね。確か。で、これ、12月期が、赤字なのはですね、新NISAあったでしょ？で、その新NISAのですね、そのお任せ、ロゴアドバイザーね。あれに、広告費をめちゃくちゃかけたんですよ。それで新NISAがっつり取ったんですよね。あ、1兆円超えてます。だからね、もうこれ新NISAは絶対取らないとまずいですから、そこしょうがないですよ、これね。戦略的です。なので、まあ、この1、3月はそれなりのね、もうあれが出てくるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、説明のつかない株価ですもんね。どうなるかわかりません。ね。しかしながら、こういうものもね、若干持っとかないと、夢が見れないんですよね。そういうふうに、まあ、ちょっと思っておりましてですね。ただ、このシナリオ崩れも何もないんですよ。要するに、これは、とにかく、夢を見ると。いいなと思ってるんですよ。そもそも。ロゴアドバイザーのアイデア自体が。ね。柴山さんね。頑張ってください、本当。まあ、いいんですけどね。1000円とかになってきたら、買いますけどね。難品しますけどね。1000円以下かな。きついこと言ってますよね。次、ポラリスね。これはまあプラスです。ホテルですね。これはね、意外といいと思いますよ。これ倍はいくと思います。PBR4.55 倍なんですけど、これもう定位株なんで、もうこうなるんですよね。しょうがないですよ。大事なのは、このビジネスの内容ですよね。ここホテルやってますからね。それいいですよね。それで、まあ一番いいのはもうほんと、これのね、なぜこれ、3月期の予定ですよ。1023倍。すごいでしょ。これを機に売られるって言っても、地面が知れてるでしょ、240円だから。だからね、大丈夫だと思うんですよ。ポラリスはね、浮上すると思うんですよ、潜水艦。現金35億あるんですよ。上野より持ってるんですよ。どういうことみたいな。ということで、私はいいと思いますけどね。うん。インバウンド続く限りいいと思います。でね、ここ今、剰余金がマイナス38億だったのを、プラスに持っていってるんですよ、39億ね。これがね、まあ立派ですよね。要は、いわゆる、ホテルの子とか、そういう施設の物件をですね、まあ流動化させて、で、キャッシュを得てるんですよね。それで運営を受託するという形でやるということで。で、まあ、運営受託っていうか、まあ、家賃払ってという感じだと思うんですけど、まあ今みたくね、すごいその、ホテルのやっぱ料金がまあ上がってるじゃないですか。そうなってくると、もうその、受託料っていうかね、まあ賃料を払ってでもですね、すごい利益が出る構造になってるというふうに私は思うんですけどね。あと、鳥越くんですね。なんか地味にね、私の買い単価より下には絶対来ないんですよ。ね、遠慮してんのかな鳥越くん。鳥越くんなんとかしないとダメですよ。早めに。何もする気なさそうだな。これ、リムがもう一発動かないとどうにもならないですね。でリムも下がるの待ってるかもしれないですけど、下がんないですね、これね。鳥越くんどうなるかな業績見たことない。5月7日決算発表ですね。鳥越くんは、なんか、特に何も出てないな。21% 増益ですか。3円増配。うん、そうね。決算期が12月ね。あ、今期もね、プラス予想ですよね。14億いくってますね。本当？だといいな。そうすると実力値で上がってきますよね。まあ、現金105億あって、自社株買いやった方がいいと思うんですけどね。
やんないですね。直近良くないですもんね、これ。うん、まあどうかな。うん、なんすかね、日清じゃなくてカルビーか。カルビーの株を持ってるんですよ、有価証券。それがすごいんですよ。時価総額これをなんか上回るんだか、なんだか知らないですけど、そういう時価総額、ね、カルビーが、まああるみたいで。100億ぐらいでしたかね。忘れましたけど。そういうのは売んなさいと、ティムから言われたんですよ。株主に返しなさいと。まあそんなことでね。あとイントラストね。これもまあ、特に。決算いつかな。5月10日は忙しいな。ほんと。イントラストね。これは別に、特に問題はないんじゃないかなと。まあこういう決算ね。こういう決算がずっとこう、20%、3割ぐらいのね、増益率っていうのを、コンスタントに稼いでいけるようであれば、やっぱこう、あれですね、うん、成長銘柄ですよね。で、とにかくここはもう営業利益率がもうすごいですよ。20% 強です。23.9 とか、25、26。ダメでも22。こういう商品、こういうビジネスはいいですよ。ね。コロナにも負けてないですもんね、全然。結構大したもんだと思います。住むとこいりますもんね。コロナであろうが何であろうがね。これ家賃保証入れるっていうね、いい商売ですよ。あと、カリッとね、これ爆薬ですね。まあ爆薬はこれから爆発するんだと思います。これいつ決算 ?5 月15日ね。15日多いな。一本の動画で収まるんかいなって感じですね。あと、平松ね、これもう買いましょうと思ってるんですけど、なかなか下がらないんですよ。で、平松、ちょっと空売りどうやったかな。まあ、平松は調べてないか。まあ、期間の空売りは、まあ、199万株、解散がありますからね、平松ね。これあっても良さそうだけどなぁ。いないっすね。1月で終わってますね。平松に空売りはいない。地面が近いですもんね。ってことはもう上がるしかないじゃないですか。ね。あとはもう、解散持った勢力が上がったところでバーッと打ってきて、リカクって下がってくる。そういう可能性は十分ありますけどね。まあそういうことはまあね、考えてもしょうがないんですよね。とにかく、美味しいですから。で、今度、ホテル泊まってみてね、最後ね、結論が出るかなと思うんですけど。いやー、ほんとね、その情報修正もやってますし。まあ、特別損失計上してるんでね。で、月次もいいです、すごくね。ホテルもいいし。それからレストラン事業もいいし。もう言うことないです。美味しいです。そしてしかも。気に入ってます。ということでね、飲食で美味しいところっていうのはですね、一度、そのある程度の株価になると崩れないんですよ。優待があるからね。もう松竹とかはまあ美味しくないんですけど、歌舞伎を見たい人はね、松竹をね、持ってるんですよね。売らないんですよ。帝国ホテルもそうでしょ。そういうもんなんですよね。ですから、ここはぜひとも持っておきたい。銘柄なんで。直近めちゃくちゃいいんですから、これ。3.3 倍とか。5億円とかですよ。営業利益。すごいでしょ。まあ昔もっといい時あったんですけどね。はい。まあ、そういうことで、ちょっとこれ、剰余金がね、とマイナス10億って、これがまあ、嫌気されてるんだと思うんですけど、これ、解消されると思いますよ。先ほどの、あれですね、ポラリス潜水艦じゃないですけど、こう当社保有ホテル資産の譲渡に関する売買契約、ホテル運営に関する運営委託契約の締結並びに、資本業務提携、解消に関するお知らせと。これだとですね、どういうことかというと、この平松の賢島でしょ、それから熱海、それから仙石原、と宜野座、沖縄ですね。京都、で、軽井沢ですね。で、これをですね、ロードスターキャピタル会社が出資する予定である特別目的会社、SPC ですね。この間、当社が所有する土地建物に関わる信託受益権、各対象ホテル内の各住居及び備品等の動産、こういうものも含めてですね、営業者 SPC に対して譲渡するということでお金をゲットするんですよ。ね。それで、この売買契約ですね。並びにですね、対象ホテル運営のための特別目的会社である LT2、まあ、いいんですけど、ホテル運営 SPC との間でですね、ホテル運営 SPC から対象ホテルの運営を受託すること。そうですね。運営を受託するんですね。で、それぞれ締結する。ということで、オペレーターに徹することで、当社の強みである職を基盤とする滞在価値のさらなる強化を図り、ホテル事業の価値向上、収益最大化を目指してまいりますって言ってるでしょ。だからこれね、あれなんですよ。バランスシートをきれいにしたいんですよ。ね。クリソンをね、なくしたいんですよ。なくすにはですね、やっぱこうやってね、財務の健全化っていうことが必要になってくるんですよね。これですね。で、まあ、そうですね。
これ、なんでホテルのアレンジやったかというと、これ、平松シェフが盛んにオーベルジュをやりたかったんですよね。で、まあ、過剰投資ですよね、これ。コロナでひどい目に遭いましたね、きっとね。ということなんですけどね。守秘義務があって、そういう、非開示なんですよ。金額がわかんないんですよ。ね。だから、なんとも言えないんですけどね。まあ、よくわからないですけど、まあ、とりあえず、資本業務提携は、これは解消ですね。NTT 都市開発ね。はい。まあ、そんなことでね、ちょっとこれは、そうですね、見逃せないなというふうに思いますね。ということで、まあ、平松はね、期待しておりますので、あ、ちょっとこれ、決算が、まあ、出てですね、ひょっとしたら飛ぶかもしれないですよね。本当に。そこがちょっとわかんないですけどね。まあ、ちょっとなかなか買いませないでいるんですよ。贅沢なこと考えてますからね。ということでございます。あと、代行電子ね。これは、まあ、これちょっとこう、ちょこっとプラスなんですかね。まあ、これ、ミックスケース、割安ですもんね。7ぐらいですか。いいんじゃないですか、これ。これはですね、富士通の、まあ、特約店なんですけど、一番私がピリッときたのはね、ピピッときたのは、アップガードって言って、セキュリティね。ここのところをね、こうやるような、そういう風になってきてるんですよ。これは多分クラウド使うんだと思うんですけど、ASP でね、ってやると思うんですけど、まあ、これね、非常に、サブスクの売り上げになって、利益もついてきていいんじゃないかな、という風にちょっと思ってます。あんまりたくさん持ってるわけじゃないんですけど、ただこれ伸び始めるとすごいかな、という風に、なんか思ってるんですけどね。まあ、結構いい伸びしてるでしょ？で、直近で変化も感じるんですよ。こうやってね。11% とか 10% とか。まあ、1、3月と7、9がいいみたいですね。これは多分あれですね、そういう事業所とか、まあ、会社関係ですね。この1、3月と7、9に、まあ、いろいろやるということが多いというところが、まあ、ポイントだっちってましたね。まあ、でもこれ 10% を超えてくればね、結構いい感じで稼げていけるんじゃないかなというふうに。で、借金も、まあ、ほぼないですしね。いいかなと。で、現金も、まあ、持ってると。72億ね。まあ、いいと思いますね。はい。次ですね。多いですね、40銘柄。ポーラ。ポーラね、これはね、ほんとね、うまいことね、そこをね、付近で拾ったと私は思ってます。わかんないですよ。わかんないですけど、まあ、こんな感じですから。今反転しつつあるでしょ？だからもうこの辺で拾ってますからね。だからもう、バッチリなんですよ。ああ、よかったなと思って。うまいこといくと、途中に上がってくるなと思ってですよね。ブランドですよ、ポーラは。ポーラブランドです。ですからもう PBR2 倍でね、利回りが 3.59 もあったらもう全然いいんじゃないかなと思いますね。後世なんかより実質はずっと上だと思うんですけどね。花王よりも上ですよ。花王はまあ、ソフィーナとか言ったってね。やっぱポーラは、まあ化粧品の中で言うと、まあ資生堂と並ぶ、本来はですよ。それブランドなんですよね。ちょっともうその、あれですね、この何ですかね、鈴木さん？この人ね。鈴木聡さんね。この人ね、この人のこう一件ね、こう裁判があるんですよ。なんかね。こう、公文書を偽造したみたいなね。そういうようなこうちょっと懸念がこうあってですね、裁判が今も進行してるんですよね。まあ社長から降りてますけどね。で、まあこの人が伸ばしてきたこともまあ間違いないんですけどね。ついでにこのポーラ美術振興財団の、実は、まあトップでもあるんですよね、この人ね。だ支配してるんですよ。支配の構図です。っていうようなことなんですけど、5月9日に決算ありますね。で、決算があってですね。で、これがですね、上振れをするとですね、まあ伸びてくるんじゃないですかね。まあ、これ株価上げたいと思いますよ。鈴木さんもね。そうそうそう。というふうに思いますね。これ良くなってきてますもんね、少しずつ。まあ、ちょっとここのところ良くないですけど、まあでも 10% だって出るような感じになってきてるんで。中国事業がね、ちょっとね、あんまりこう、未練たらたらっていうのがどうかなと思いますけど。809億ね、剰余金。これは有利子負債ゼロですからね。これはもう、何でもできますよ。463億もあったらね。現金がね。今期はキャッシュインするでしょうね。だから、大規模な自社株買いっていうのも可能かなというふうに思います。なんで、ポーラは安全じゃないですかね。オンワードね、オンワードはですね、多分月次で触れると思います。で、オンワードはですね、もう、百貨店のやっぱ副長とともにまだいけるなと思って、私500円台で買ったんですけど、問題はですね、この4月のですね、月次がどうなるかというところがやっぱポイントかなというふうに思いますね。だから、まあ、4月の月次がすごいいいと、かなりいけるかなというふうにね、思いますね。
それで、決算はですね、こんな感じでございますね。2桁の増益を見込んでいたんですよね。これは素晴らしいと思います。意欲的ですよね。こういうのをね、評価するんですよね、やっぱりね。で配当も上げてきてますしね。いいと思います。お金はね、持ってますよ。オンアールはね、141億持ってますからね。それから、ここのところ営業利益がね、改善して、この6、8月だけどうしようもないですよね。どうしてもこれ、ファッション医療はね、ここはね、セール機になるし、まあ、やっぱ負けちゃうんですよね。マイナスが出ちゃうんですよね。で、これは、12月、2月期もですね、ちょっとさ、前に遡るとか、こんなにマイナスでしょ ?20 年とか。あと、そうですね、ここね、21年。ここもまあ、ここ、営業利益マイナスですよね。っていうのは、12月、2月っていうところで、やっぱその、処分が生じるんですよね。冬物の処分ですね、秋冬物。なんでまあ、その、結局値下げして売っちゃうんで負けるんですよね。だからそれ仕入れすぎっていうのもあるんですけど、ただですね、構造的にですね、要するに、オンワード柏山ですね。これスーツですよね。オーダースーツ。セミオーダーみたいな感じですけどね。それと、やっぱりメインブランドである組曲ですね。組曲じゃないや、23区ですね。で、自由区とか ICB もそうですけど、レディースのですね、オフィスの、まあ、向けの、まあ、スーツですね。まあ、オケージョンっていうか、なんですか、なんかこう、親がこう、学校行ってこう、参観日とかあるじゃないですか。そういうところで着ていくスーツですね。そういうようなものを、やっぱりこうメインでファッション製品も置いてるんですけど、そういうね、まあこう必要なやつですよね。で、しかもあんまり陳腐化しないですよね。そういうものにですね、MD が変わってますね。あれだと、ですね、大きくですね、粗利は崩れないどころか、安定するというふうなことがまあ言えるかなと思いますね。だからこれ伸びるんじゃないかなというふうに思っています。ということですね。ニフティ LS、これ今日9円上げましたね。これちょっと損してます。1000円。ちょっと2円とか3円とか、その辺で買ってますから。で、これも5月7日に決算出ますね。お部屋探しならニフティ不動産。何の話ですか?ランキングベスト30発表と。あ、そう。まあ、ニフティなんですよ、親会社は。で、そのニフティの親会社がですね、野島。家電のね。面白いでしょ?面白いなと思って。野島さん変わってますよね。で、これまあ5月7日の決算なんですけど、3月期の決算ね。予定がこれですね。41% とですね。第3四半期までが営業益 64% 増ですから、これは勝つでしょう。いやだよ。ね。41% 増が目標、8億円の目標に5億6000万いってんですよ。それであと1、3月期でしょ。そしたらもう、あと2億4000ぐらい。まあ3億もいきゃいいでしょう。そうするとまあこう、1、3月期こう3億出た実績ありますからね。ちょっと前でもね。いけるんじゃないですかね。と思うんですけどね。で、これも営業利益率はすごい高いんですよ。20% 以上あるんですよ。これ。こういうのっていいですよ。ね。で、1、3月って、まあ多分引っ越しシーズンとなるんで、不動、ね、ニフティ不動産活躍しますよね。まあ、不動産の価格ドットコムみたいなもんですから、39% の営業利益が出たりするっていうのは恐ろしいですよ、これ。まあいいかなと、借金ないし。ね。これ大きくは崩れないですよ。ただね、出来高ないっす。ね、大株主が、なぜかニフティが 65% 持ってるもんですからね、あんまりできないんですよね。なんかね。まあでもいいんじゃないですかね。ぼーっと持っとこうと思ってます。次、あとはですね、フィンテックね。まあこれどうでもいいですよ、これ。まあ今、買ったぐらいのところですかね、86円。まあこれね、ムーミンテーマパークね、絶対ダメだと思ったのが100万円利益が出てたんですよ。で冬に出るのみたいな利益が、みたいな。そんな反応の田舎に人が行くんだみたいな。結構行ってるんですよね。びっくりしました。そうするとですね、なんか航空機リースの事業とか、そういうものもやるっていうから、まあ、86円ならいいかな、みたいな。そういう感じですね。まあ、これはまあ、ボロ株ですからね。ボロ株投資。TKP ね、これ負けてます。これも1500円。で、台でね、買っちゃいましたからね。えらい負けてます。で、PBR11.6 の PBR1.8 でしょ。まあ、悪くないですよね。TKP の事業内容自体すごいいいんですよ。で、まあ、これちょっとニュース見てみますと、まあ、こう、監査役とかどうでもいいですよね。これ、レーティングがね、弱気継続とか言って、これでこう、モルガンが1550円にしてるんですよ。何が弱気継続なんだと。弱気を継続して50円上げてくるってどういうことよ、みたいな。変でしょ、これ。変ですよね。でもね、TKP はね、ビジネスの、まあ、いわゆる、ファンダメンタルがすごくいいと思うんですよ。なんですよね。貸し会議室ですから。ね。信用倍率どうなってんのかな。163万株の改ざん。あっそう。
あ、そうそう。で、ビジホもやってるところはね、なんかすごい好ましいんですよね。そこも伸びるでしょうっていう、そういう話なんですけどね。まあ、まあ私の見立てなんでね。これね、確かにね、TKP はね、空売りが日本株の大暴落に警戒してください。現在、投資をしている、または投資する予定なら、グローバルマーケットなんとかみたいな。ぜひご覧ください。嫌だ。これね、インテグレーテッドコアストラテジーズ。ここだけね、やってますね。この、まあ、全部下向いてるでしょ。まあ、チャートはそうなんですけど、じゃあもう大概これいいと思うっすよね。こんだけ下がったらね。この後はそこは1830円とか、ちょっと前までね。でもまあ、よくわかんないんですけど、今期のガイダンスが、どうなりそうかな。そう、ここですね。26.9% のこのマイナスね。これも最終利益のところのマイナスが、なんか聞いてます。あと、配当やんなきゃダメですよね。いくらなんでも。でもね、売上も伸びてますし、営業利益も 59% 増なんですよね。問題ないと思うんですよ。だってこれ45億の経常利益で、これ前期ですよ。で、これ69億ね、出てるってことは、これ特別利益が出てるってことでしょ。だから、実質やっぱり増益なんですよね。これすごい増益です。でもまあこういうとこついてくるんですよね。配当がないですから、歯止めはないってことですよね。現金320億持ってます。すごいですよね。それから、そうですね。3ヶ月決算で見ていくと、直近がちょっと良くないですよね。12月から2月まで。2月決算期ですからね。マイナス 22.9 と、売上ね。それで営業利益マイナス 15.7。まあ、これがちょっと、止まれてるのかもしれないなと思いますけど、まあ、これコストかければそうなりますけどね。ちょっと売りが減ってるのがね、まあ気にはなりますよね、確かにね。まあ、有利子負債。まあ、そうですね。クリソンがあったんですけど、まあ、これね、黒点して。まあいいと思いますけどね。ちょっとそうですね、これまでの推移からいくと、これ100億台あったのが90億台に落ちてきてるということは、ちょっと減速感ありますよね。そうなんですよ。でも450億、23% 伸びるぞって言ってるんですよね。修正履歴どうなんですか、まあ、でも大変だ、最終利益は上行ってますけどね、最後。まあよくわかんないですね。TKP はいいと思うけどな。ほっといても。ね。大丈夫じゃないですかね。そんな競合がありそうにも思えないし。全国貸し会議室ね。まあ、ちょっと、そんな風に思ってます。1000億ぐらいの時価総額あっていいと思いますよ。なので、ちょっとこれはね、ちょっとシナリオがどうのという話ではないので、今のところ売るつもりはありません。あと JMC ね、これ 3D プリンターですね。の金型ですよね。すぐ作るってやつ。で、検査までするってやつね。これは、まあ、特に、まあ、損失、含み損でもないし、そんな大した含み益もあるわけでもないという感じですけど、まあ、これは事業構造がね、まだこれ上場したてなんで、まあ、事業が面白いなというふうに思ってまして、これは応援投資ですね。そして最後ですね、今日刺さったゼンホレンさんですね。これはですね、今日この744円ね。ここら辺でね、刺さりましたね。だから、プラスが出てますね。で、利回り 4% あります。いいですね。いいと思います。はい。で、これですね。ゼンホレンさんの、こうね、なんか、学費補助を始めるんですよ。これがいいなと思ったんですよね。そうすると、ちょっとこう、四半期で見たときに、まだ出てないんですけど、多分1、3月期、ちょっと弱いんだと思うんですけどね。まあ、その1、3月期が、まあ、そのプラスになってくるんじゃないかなっていう、そんなような感じを、まあ、持ちました。なんで、保証業っていうのはすごく、いいビジネスだというふうに思うんですよね。お金がまあ、入ってきますから。で、しかも、こう、信託銀行ね、これをうまいこと使って、要するにその、不安感をなくしてんですよね。オーナーさんに対してですよ。だから、まあ、やっぱ、ちょっとね、考えられてるなと。ちょっと、12月が偉いね、1.9 と。これがね、嫌気されてるかなというふうに思いますけどね。まあ、ですから下がってくれたんだと。でね。でも、伸びるだろうなというふうに私は思ってるんですよね。まあ、これ、そうっすね。今のところ、こんな感じですね。247億。売上プラス 3.8 なんですけど、まあ、営業利益は23億、9500万、24億ですね。25% 伸びるよと言ってるんですね。で、配当 30% ね。これ配当 30% 出すってことは、もうこの利益いくんですよね、多分。間違いなく。そういうふうにも見ることができるかなというふうに。第3四半期までで18億いってますもんね。
だから、いけるんじゃないですかね。80% 進捗率ありますからね。で、次期のガイダンスも強く出してくるというふうに私は思います。こういう会社はね。これからですから。上場したばっかりですから。ね。この辺ですから、上場した。去年のね、10月ですね。で、こういう会社はもうね、これからもどんどんね、株価上げていきたいですよ。で、場合によったら資金調達もね、したいな、みたいな。ね。そういうふうに思ってんですよ。というふうに思いますね。ということで、今日はですね、40銘柄ね、ついにね、到達しました。私のですね、保有銘柄の状況ですね。ちょっと私の日記ですのでね、チェックにお付き合いをいただいたというような、感じでございます。ね。迷惑ですよね。ということで、終わりたいと思います。長かったですね。元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記、本日はここまででございます。適当なチャンネルで、かつですね、私のバカみたいなね、親父ギャグとかね、歌が出たり、時々ね、大阪のおばちゃん今日出てませんよね。せやな。うちな。あれやで。バスツアーな。あれ行ってきてんよな。ほんで、バスは偉い安いな、思ったらな、よう見たら、お昼ご飯がついてへんね。それ、やばいや。そうやな。どうしたのお母ちゃんみたいな。だからな、弁当作って行って。な、冷蔵庫に残ったもんみんな腐れたらあかんやろって。そんな1日2日で腐れへんがな、みたいな。なんだけど、せやけどな。社内やろ。弁当作って行ってな。ほんで、白川郷見てな。で、帰ってきてん。な、って言って帰って。どうでもいいんですけどね。大阪のおばちゃんね。たまに登場しますね。気分が乗ったらね。ということで。波長の合う方はですね、ぜひ、チャンネル登録をお願いしたいなと思いますね。それから、高評価ボタンをお願いします。低評価を押す人がまだいますから、ちょっと勘弁してください。それから、メガネケースですね。そうですね。ぼちぼち送っていただくとね、結構ね、指揮法にあれこれケチつけながら、ね、進めるという方法はグッドアイデアでした。すごく時間が短くなってよかったです。そうしないと私の興味ってのは、再現がないですからね。あれはどうなんだ、これはどうなんだ、いちいちいろいろ調べようとしますからね。そうすると長くなるんですよね。それ縮めるのも大変ですし。俺は明暗だったなと思ってますね。はい。そんなことで、本日も長時間ご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。ではでは。